まあ、iPS 細胞の実用への応用という面で、その治療薬の開発の面で、その ALS ですとか、まあ、FOP 山本君の兵庫県入会の患者さんとして、はい、で、まあ、実際にそのどの程度、まあ、進出あるかというと、まあ、それを含めて、まあ、創薬局合意に向けて、まあ、今どの段階に来ているのかっていう、今あの両方の疾患ともですね、すでに患者の方から iPS 細胞を作って、はいはい、その iPS 細胞から病気になる部分の細胞を作ることに成功しています、はい、でそれによって正常の方と比べて違いもあるということも分かってきています、はいはい、まさにその違いを、うん、手がかりにですね、薬の探索を行っているところです。薬の探索っていうのはたくさんのステップがあるんですが、まずはたくさんの候補から絞り込むというステップが必要なんですが、今その段階にありますね、はい、今後はなんかまず言ってみたらまだファーストステップ、あ、ファーストステップですね、はい、今後そこで絞り込んだものをあのさらに動物実験とか、あ、細胞を使った実験で効果を確かめて、また安全性を確かめていく、でそこで効果と安全性大丈夫だと分かってきたら、今度は実際の人間に投与する治験というのが始まっています。はい、ここはかなり時間がどうしてもかかります。はい、年単位、年単位です。やっぱり薬の研究、ごめんなさい、薬の研究というのは、はい、あのちょっと後で思います。はい、はい、はい、そのちょっと FOP に限って、はい、ちょっと質問したいんですけど、はい、まあ、去年ちょっと神戸の方であった件講演会で、まあ、iPS 細胞から、まあ、骨化まで病態の解明までは、はい、成功して、はい、病態のメカニズム、ちょっと内田先生が講演されて、そうですね、はい、はい、で、まあ、おっしゃってる通りにその薬の元となる物質っていうのは何か、はい、絞り込んでいく段階とか、その中から例えば製薬会社とかが協力を得てやって、すでに製薬会社の協力を得ておりますので、はい、ただそこも時間かかるんですね。やっぱり候補物質の数多いんです。うん、で、なかなか今の段階ではですね、ロボットでも大量にできたらいいんですが、かなり手作業の部分が、多くてですね、ものすごく時間、一生懸命頑張ってるんですが、はい、しかし今までになかった手がかりですから、実際人間の細胞で患者さんの症状をある程度再現できるっていう、この培養の実験室ですから、今までになかった薬、まあ、というかなかなか FOP というのは患者さんも少なくてですね、研究そのものが自分に進んでなかった面もあると思いますから、ぜひですね、まあ、内田先生や池谷先生という、はい、一番研究引っ張っているのは池谷先生という准教授の先生ですけれども、はい、まあ、彼当初は研究員だったんですね。研究員だったんですが、彼の研究がものすごい重要だと、しかもものすごい、はい、優秀、これを遂行する本当の可能性のある人ですから、はい、急遽准教授になっていただいて、今、はい、本当に彼に寄付とかを期待するものは非常に大きいです、はい、今ファーストステップとおっしゃったんですけれども、ファーストステップというと、ちょっとこれまでかかった期間よりも、期間なり手間なりよりも実際に薬をつけまでの方が、これからの方が長いです。ただこれまではそのファーストステップさえやりようがなかったんですね、はいはい、だから始まらなかったらいつまでだと思わないです。しかしこの iPS ができたことによって始めることができたんです、はい、これは非常に大きいんです。始めたら必ずいつかゴールに行けると思います。走り始めない限りゴールは絶対到達できないんですね。走り始めるということが非常に大切、スタートライン、スタートを切ったということが本当に大切な、非常に大きな一歩だ、一歩というか大きな一歩ですね、だと思います。2010年ジクミ君が提供細胞提供されたのが一番の始まりだった。それまでやってきた中で、
それが本当の第一歩ですね。あそこから始まった、はい、あのこの研究所では、はい、あそうだ、はい、ファンではされていたと思うんですけど、いたかもしれないんですけれども、はいはい、FOP、ALS 今出ましたけれども、ここの研究所でごめんなさい、あの 今までいろいろ何々ができた、発見されたとこうやってね、サミダヨシにいろいろ報道は我々もしてきたんですけれども、実際にこのどれぐらい あのプロジェクトが今進行中なのかっていうのは。そうです、創薬に向けたプロジェクト、はい、あ、創薬ですか。今病気の数でいうと、はい、あの数十種類、数十種類、はい、正確な数は候補の方聞いていただいたら分かるんですけども、はい、その中でもう一番進んでるのはやはり ALS が最後に進んでおりますが、それ以外の病気も、うん、ALS、FOP が一番進んでいる、はい、でファーストステップだと、そうですね、大きな、はい、スタート切れたということは、うん、ただスタート切ったから1年でゴール切れるかというと、うん、そんなには短いレースではありません。短いレースではない、はいはい、どうしてもその恩恵をこう被るような、あの、はい、できたらな、生還さんとかは具体的な目処ってどれくらいだろうかというのは、そうですね、はい、これはただ科学技術なので、はい、予想できたらいいんですけれども、はい、できないんですね、はい、マイペース細胞というのは2005年に、はい、2006年に私たち、はい、報告しました。2005年にできてきたんですけど、はい、例えば2004年にこういう機械があって、うん、iPS 細胞でできますかって、うん、2004年に機械から分かりません、うん、5年10年分かると思いますけど、うん、もっとかかるかもしれません、うん、としか答えようがありませんでした。本当にそれが蓋を開けたら、後から振り返ると2005年翌年にできていったわけですから、うん、研究でそんなもんなんですね。あ、それから今日何度も言ったらいいと思うんですけど、ハーバードの森口さんが世界初 の再生医療の実用化臨床でも成功したんじゃないかというニュースが流れたんですけれども、まあ、論文も出ていないので先ほど先生お話聞かれてて、だからコメントしにくいと思うんですけど、どうでしょうか、まあ、ニュースの段階で第一報として、ちょっとまあやはりコメントできないですね、うん、論文なりしっかりしたデータ を早く見たいなと思います、うん、はい、ちょっと抽象的な質問になるんですけど、はい、その森口さんのケースというのは、はい、その安全性が担保されているのかどうかってこれから論文出てきて、はい、きちんと検証する必要があるんですけれども、そうですね、はい、まあその何でしょうか、そのご自身も、まあ、報道の限りですけれども完璧な方法ではないけれども、まあその何ですか、スピードっていう面も考慮してこう踏み切った面もあるというような、報道の限りですかコメントをしていて、森口先生、はいはい、なんですね。それで、まあ、実際その臨床への応用っていうのと、やっぱりスピードとその安全性 その兼ね合いってすごい難しいと思うんですけど、臨床の応用で、はい、天秤にかけるのはリスクとベネフィットですね、はい、スピードではないです、はい、競争でもないです。科学的にリスクがどれだけ小さくなって、はい、ベネフィットがどれだけあって、ベネフィットが上回ると判断したら、やはりその時に初めて前に進める、そのリスクの方が大きい場合はやるべきではない。うん、まあ、だから自分の母親にできるかどうか、うん、自分自身にできるかどうかっていうのも一つの判断基準に